武田塾公式アプリズームたけだの Android 版がリリースされました。アプリで勉強方法が分かります。詳細は概要欄から。武田実況部長の中森です。それでは今回も質問に答えていきましょう。この動画に対しての質問は下のコメント欄からお願いします。武田塾チャンネル。新高1です。内申は大学入試に関わると聞いたのですが本当ですか？定期テストもガチでやった方がいいのでしょうか？それとも受験勉強に専念した方がいいのでしょうか？ってことなんですが、内申が関わる試験っていうのは基本的に推薦入試が多いですね。で、一般の入試の場合、推薦が関わる場合はその試験科目の中に内申点っていうふうに明記されているケースですね。これは非常に少ないです、今のところはね。将来的には志望理由書とかはね出すようにとか、内申を考慮したりっていうのは出てくる可能性もありますが、これまでは内申は特にね、推薦とかじゃなければその内申が試験に入ってくるところじゃなければ基本大丈夫かなというふうには思います。古典文法の勉強で知識ゼロの人がスピードインプットから始めるのは大丈夫でしょうか？関大レベルも対応してますか？これ関西大学ですね、はい。でまず最初の質問からなんですが、スピードインプット、武田塾の参考書の古典文法スピードインプットですね。こちらは、古典文法の知識自体はゼロでも大丈夫なんですが、もう古文の世界観とかが全然わからんという人だったら、この前に、高校入試怖くない古文漢文っていう参考書、武田ルートに入ってる、中学生向けの参考書なんですけど、これをまず一冊挟んだ方がいいかなっていうふうに思います。なんでかっていうと、あれ漫画がついてるんで、そのイメージが捉えやすいんですよね。その当時の格好とか世界観とかそういうもんが捉えやすくなってるんで、一旦それやった上で古典文法の勉強に入った方がいいかなというふうに思いますね。でスピードインプットで関西大学に対応できるかということなんですけれども、あの参考書だけでもちろん対応はできないです。文法の知識としては全然大丈夫なんですけど、当然その問題集とかをねこなしていけばっていう形になりますので、武田のルートを進めていけば問題なく対応できます。新ルートの動画待ってます、よろしくお願いしますということで、新ルートのね要望はいっぱい来てるのは知ってるんですけど、ただあれねちょっと結構長時間撮影をしなきゃいけなくてですね、ちょっと今なかなかねそのカリキュラムの動画をがっつり撮るのがちょっと今の状況的に難しくてですね、その分ちょっとカリキュラムの今回の動画をパワーアップさせようと思っていることがあって、その準備が整ってちょっと長時間撮影しても大丈夫な状態になったら、がっつり撮っていこうかなっていうふうに思ってますので、ちょっとねお待たせしちゃって申し訳ないですけど、楽しみに待っていてもらえればと思います。今の武田のルートでもね共通テストとかセンター対策のところ以外は別に普通に使えるんで、それをやっていただければとは思いますね。新高さんです。肘や入門70などの例文一覧表は身につくまで音読した方がいいでしょうか？結構そうですね、自分自身が英文をこう読み慣れてないっていう自覚ある人はやった方がいいんじゃないかなと。でその時に音読そのものを目的にするっていうよりは、いざ音読する時に例えばその構造とかをイメージしながらとか、その訳をイメージしながらちゃんと読んでいけるかどうか、要は音読自体が目的にならないようにってことですね。音読することによって何の確認をしたいのかっていうことを意識しながらやっていくといいんじゃないかなっていうふうに思います。はい、といったところですね。今回は以上です。先日私高田が武田塾高松校に行ってきました。カフェスタイルのおしゃれな教室で、さらに働いてる先生たちもすごくいい先生たちばかりでした。ぜひ皆さん武田塾高松校の動画概要欄から見てください。